正直。うん。あ、風呂上がった？うん、いやもう入ってないですよ。あ、そうなの？普段って風呂入んないの？はい、入りませんよ。あ、そうなんだ。え、正直なんか匂うなって思ったことある？ないけど、100年くらい入りませんよ。100年ぐらい入んないんだ。あ、じゃあ結構長生きするつもりだって。ポジティブでいいね。なんてやってる場合じゃないですよ。100年も生きるつもりなんだ。でポジティブでいいじゃん。本当に。なんでそんなひどいこと言うんですか。近がせてください。なんでそんなひどいこと言うんですか。いや普通にポジティブだからって褒めただけじゃね、ぶっちゃけ。本当にポジティブ。逆に風呂入ってないって言って、なんで風呂入んないのって言って怒鳴りつけられるの嫌でしょ。ってだってお前みたいなやつが100年も生きるなって言ってきてる。いや、どういうこと。100年も生きるなんてポジティブでいいねって言っただけだのに、どういうこと。ちょっと切れるポイントわかんねえわ。逆になんで風呂入ってないのバカとかさ、なんか配信外でも匂ってくるわとか言っても嫌じゃね。メンタリアンかつ飯女心分かれよ。いや、わかんねえわ。ちわらわら、意味わかんねえわ。ちちちん、山田キャラが謎で笑う。ちちちん入ってくんねって感じ。メンタリアン、あーまた神回逃がしたな。ちちちん入ってくんねって感じ、マジで。本当に吉沢リオカツメシ最低。あ、そうなの。で、風呂入ってないアピールって、女の風呂入ってないアピールってどういうことなの。臭いってこと。手間どこいつの出し売ろうや。そういうひどいこと言わないで、うん、俺の出だし売ってどうすんの。本当に俺の出汁売ってどうすんの、マジで。本当に山田メガテンの敵を仲間にする時の交渉みたいな会話。あのさ、次さ、あれして窓草。次さ、あれあれだよ。てかさ、俺大丈夫かな、マジで。毎日丸お前困ったらちちちんに頼りすぎだろ。